What is up? It's your boy Green here coming to y'all with another My Hero Academia reaction. We finna hop in episode number 6 of season 4, and yeah, let's get it. 自転車。同じ駅に行く?奇遇だね。 I don't think it's a coincidence anymore. 曲がる角も同じ。 An unpleasant talk. それでは始めてまいります。我々ナイター事務所は約2週間ほど前から 市営発災会という指定ヴィラン団体について独自調査を進めています。きっかけはレザボアドッグスと名乗る強盗団の事故からです。レザボアドッグス That's funny. That's definitely got to be a reference to that movie。私センチピーダーがナイトアイの指示のもと追跡調査を進めておりました。調べた。That man's a fucking centipede. It took me the longest to realize that. 全国のが、この場にいるのはどうなんだ。話が進まねえや。本題の企みにたどり着く頃には日が暮れてるぜ。抜かせ。この二人はスーパー重要参考人やぞ。ん?土地、ノリがきつい。とりあえず、初対面の方も多い思いますんで、ファットガムです。よろしくね。ファットガム。丸くて可愛い。ダメやろうな。霧島君が身を挺して弾いたおかげで、 中身の入った一発が手に入ったっちゅうわけや。お、俺っすか?びっくりした。急に来た。難しくてよくわかんねえ。ブラ、how do you not get this? I feel like that's probably that one girl's quirk, and that's probably what they're using her for. 発災会につなげようと思えばつながるのか。発災会をどうにか黒にしたくてこじつけてるような。もっとこのバシッとつながらんかね。わかりました。知先の個性はオーバーホール。対象の分解、修復が可能という力です。Okay, so that's what he does。一度壊し直す個性。そして個性を破壊する玉。 So now they know they would have gotten fucked up if they would have fought him. でもしてんのか。ヒロ先生。学外ではイレーザーヘッドで通せ。いや、しかし今日は君たちのインターン中止を提言する予定だったんだがな。今更なんで。ヴィラン連合が関わってくる可能性があると聞かされたろう。話は変わってくる。 今度こそ必ずエリちゃんを保護する。ただな、緑屋、お前はまだ俺の信頼を取り戻せていないんだよ。正規の手続きを踏み、正規の活躍をして信頼を取り戻してくれるとはありがたい。残念なことに、ここで止めたらお前はまた飛び出してしまうと俺は確信してしまった。 俺が見ておく。するなら正規の活躍をしよう、緑屋。分かったか。 Why do I feel like Eraserhead gonna die too, bro? I feel like everyone finna die this season. 行こう。はい。明日は先生。ここではイレーザーだ。俺、イレーザーヘッドに一生ついてきます。一周はやめてくれ。That's too long. おもちゃ、全然せっかく買ってあげたのに、ちょっとくらい気を許してもいいんだからね。じゃねえと今度は俺がバラされちまうんだよ、ガキ。ん?怖くないよ。なんか欲しいもんとかないの?いいのいいの。邪魔なら出てくからね。お前が次の世話役だ。逃げ出そうと思わせるな。飴を与えておけ。
エリにとって信頼できる人間にお前がなれ。つってもない。Yeah, that seems like a terrible job. 救急はわかんねえや。震えて怯え。この子って何してるんですか。優しかった。とっても優しかった。Oh damn, that's it. Oh shit, man. Let me look at. Actually, I'm gonna look at the preview. So, プロヒーローたちがエリちゃんの居場所を特定するまでの間、僕らインターン組は待機を命じられた。僕の心はチリジリに乱れていく。オールマイトに訪れる未来、ナイトアイの言葉、エリちゃんの安否、そしてついに作戦決行の日が。次回、ゴー。Oh shit. 今度こそ絶対に助ける。Man, I really do feel like it's about to go down in a couple of episodes. Like, I feel like it's finna be a big ass fight pretty soon. But yeah, if y'all enjoyed the reaction, please feel free to leave a like and subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.